入りなさい。私の家よ。遠慮しなくていいわ。私しか住んでないから。ああ、暑かった。夏って嫌ね。虫いるし、油断すると焼けちゃうし。初めてだ。女の子の部屋。てか、家。ああ。ちょ、何を？見ればわかるでしょ。着替えてるのよ。着替え？緊張して汗かいたから。これが噂に聞く裸族ってやつか。いやでも下着までは脱いだ。恥ずかしくない。この状況なら不可抗力だ。年頃の男子ならごく普通の生理的現象だ。おとなしくそのまま待ってなさい。動いたら殺すわよ。忘れたの？あんたはもう私に逆らえない。助けたじゃないか。あの時僕がいなければ君は死んでたんだ。僕は君の。そうだったわね。せっかく死のうとしてたのに邪魔してくれた。だって誰も信じてくれないんだもの。化け物がいるって。けどやっと見つけた。クレア、君は何を。力を貸してね、シュウイチ。